武士蔵プライム始まる。動画見放題、通販送料無料、30日間無料。さあ始めよったら先に撃たれる可能性が高くなるんで、自分から攻めて相手を引き出してここから上から取るっていうのがポイントです。自分だけが打つだったら、相手は打ってきそうだな、じゃあ打たないでいいやっていう気持ちになるんで、ちょっと打てそうだなっていう部分も作りながら引き出してそこを持っていくっていうのがポイントです。自分の場合は相手が入ってきたところをちょっと下がりながら、自分が押さえすぎると分かってしまうんで、相手の竹刀を上から乗るような感じで、その中心を割って打つっていうのをちょっとポイントにしてやってるんです。半歩もいかないかなっていうぐらい、ちょっと相手引き込んでここまで首かぶらずに、もう相手の面がね、もう最短距離を打つような、そういう感じです。すぐ打てる足というのを作る。6-4でちょっと足見せてもらって、左足6で右足4で、はい、っていう感じで自分は意識してるんですけど、それはもう、出頭に限らず常に攻める状態で、6対4が一番どの状態でも、下がってる状態でも前に行ってる状態でも打てるバランスかなってやっぱ思ってるんで、